の今日からセパ交流戦がスタートします。楽天コボスタジアム宮城です。セパ交流戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、リーグが違うということでお互い何か意識することはあるんでしょうか。まあ、そうですね、知らないところも多々出てくると思いますから、いろんな部分で手探りで始まるような感じはありますよね。序盤は探り探りの展開になるかもしれませんね。まずはイーグルスの先発則本がコボスタ宮城のマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。カープの攻撃、バッターは天谷。今シーズンの交流戦、今プレーボールがかかりました。これから約5週間にわたり1カードホーム2試合、ビジター2試合で12カードの対戦が行われます。さあ、今年の優勝チームはどこになるんでしょうか。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている菊池。ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー則本、そしてキャッチャーは島。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。打ちました。打ち上げた。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには3番丸。ワンアウトになっています。ここはエンドランにも警戒しなければいけません。まあそうですね、勝負焦らずに様子を見てもらいたいですね。2球目打ちました。ヒットになった。イーグルスピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。ここで打順は4番に回ってきました。得点圏にランナーを置いて初回からピンチを迎えますイーグルス。小宮山さん、初回からピンチを招いてしまいましたね。まあね、こういう場合はボールになってもいいぐらいの気持ちで厳しいコースに投げ込みたいですよね。なるほど。さあ、エースの気迫を見せてほしい。高めギリギリです。146キロ。このあたり緩急をうまくつけてきます。空振りで三振を取ります。ツーアウトになりました。ご覧いただきましょう。空振り三振を奪いました。そして迎えるバッターは DH ロサリオ。ツーアウトランナー一塁二塁です。いや、小宮山さん、ここは踏ん張りどころですね。どんないいピッチャーでもね、初回っていうのは不安がありますからね。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。なるほど。さあ、エースの気迫を見せてほしい。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。センターの前に落ちました。イーグルスさらにピンチになりました。ツーアウト満塁です。打順は6番そよぎ。ヒットで満塁としています。
まずは見送ります。ワンボール。これはよく見ました。見ました、ボールです。押し出しの先制は避けたい場面です。先制のランナーが帰ってきます。押し出しです。今の攻防をご覧になって西さんいかがですか。まあ満塁した時点でね、勝負は決まっていたかもしれませんね。カープ1点を先制しました。1対0イーグルス。なおも満塁のピンチです。バッターは注目のルーキー田中。イーグルス初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。こういう場面で焦って甘いコースに行って長打、これは一番避けたいですね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。この回の攻撃はここまで。しかしこの回カープ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1対0カープ先制です。小宮山さん、普段対戦しないチームと対戦する際のポイントといえば何でしょうか。まあどうでしょうね、スコアラーが持ってきたデータをいかに有効に活用できるかというところが勝負の分かれ目になるのかなという気がしますね。なるほど。さあそのデータを有効に使うことができるか。松井が入ります。さあここから裏の攻撃になっていきます。西さん、初回に先制点を取られましたがどうご覧になりますか。そうですね、守る方としては先制点を取ったことでピッチャーは投げやすいと思うんですが、やっぱり緊張していると思いますんで、同じく立ち上がりを攻めていきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。落ちる球見逃してストライクです。ノーボールツーストライクです。に当たりません。三振。ワンアウトです。バッターは2番に入っている藤田。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バントしました。取りました。ツーアウトになりました。セーフティーバントは失敗です。クリーンナップが登場します。バッター岡島。ツーアウトランナーありません。この回のイーグルス打線ですが4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。ツーアウトからランナー出ました。楽天イーグルスです。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは4番ジョーンズ。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド決まっています。三振になります。高めの釣り球手を出してしまいました。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。1回終わって1対0、1点リードはカープです。2回になります。カープの攻撃、8番バッターはキャッチャー相澤。さてイーグルスの先発は森本。
初球ストライクを取りました。ノーボール2ストライク。打ちました。高く上がった。これはどうか。左中間を深々と破りヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。バッターは9番に入っている広瀬。ヒットでランナーを二塁に置いています。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、そうですね、断ち切りたいですよね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。今度はバントの様子はありません。これで追い込まれましたが、やはりヒッティングで来るでしょうか。変化球が低めに外れます。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター天谷、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナー二塁です。打った。これはどうか。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。2番バッター菊池、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。ここは外野フライも避けたい場面です。スライダー外れます。インコース、これは外れます。打ちました。ショートゴロ。西田一塁送球します。サードランナーホームイン。カープ1点追加します。2対0になりました。イーグルス、これで2点ビハインドとなりました。先ほどのプレーです。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターは3番丸、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。イーグルス、この回追加点を許しています。小宮山さん、この後のピッチングに期待したいところですよね。打った。センターに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ。セカンドランナーホームイン。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。カープ 4対0。 イーグルス、もうこれ以上点はやれません。ここはうまく打ち返されました。得点を許しています。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。には5番バッターエルドレッド。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。
空振りになります。150キロが出ています。外、これは外れていきます。ファウルになります。低めの球外れています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。ここは空振りで三振を取ります。ツーアウトになっています。バッターは